www.videonews.com。本日は、税金逃れの衝撃の、ご著書で、公認会計してもらいます深見幸一郎さんにお話を伺いに参りました。深見さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でも本当早速なんですけども、はい、今回ですね、パナマ文書、パナマペーパーズというものが、流出されまして、はい、がぜん租税回避、タックスヘブンというものに対する注目が集まっているわけですけども、はい、まずちょっと総論的な部分で、深見さんご自身は今回、これが出てきた、こと、それから出てきた内容については、どのように受け止めてなりますか。基本的にそのタックスヘイブンというところは、資産を隠すために、言ってる部分が多いので、基本的に出てきちゃいけないものが出てきてる。で、基本的には合法ですから、はい、合法なものがそのわざと暴露されるっていうことも普通はありえないので、そういう意味で驚きですね。はい。この合法っていう、法に触れてるわけではなくて、合法的に租税を回避するからタックスヘブンなんでしょうけども、はい、そうじゃなきゃ犯罪になりますからね。はい、今回のこのケース、今のところ全貌ではなくて、一部名前とかですね、個人名とか会社名とか、そういう限定された情報が出てるんですけど、ここまで出てきた情報っていうのは、タックスヘブン自体にお詳しい深見さんからすると、どれくらいのことが判断できるような情報が今出てきてると考えたらいいですか。個々の取引に関してはほぼ分かる内容が出てきてるんだと思いますけれども、ただそのこれが全体のどれぐらいかっていう話になると、ほとんどわずかの氷山の一角、同業でいくと業界順位が4番目というふうに言われてますんで、まだまだ膨大な量の取引データが他の上位の事務所には隠れてますから、じゃあ今回出てきてないところでもっともっとそういうのを活用しているところはまだまだいくらでもあるだろうということですか。もう当然あると思います。そこでね、ちょっとその本当に入門的な基礎的なことをお伺いしたいんですけども、先ほど合法という言葉がありましたけど、そもそもその、タックスヘブン問題というのは、これタックスヘブン問題なのか問題じゃないのかも含めてなんですけども、一体どこに問題があって、そもそもそれはどういうことなのかっていう、非常にこう基本的な質問をされると、深見さんどういうふうにそれ説明されているんですか。簡単な例え話をすれば、タックスヘブンというのは隠し金庫なんですね。そこにいつもあるかどうかは別として、考え方として説明をさせていただくと、隠し金庫 で隠し金庫に行き着くまでに、いくつもの国を経ていきます。で、減ることによって資金の流れが分からなくなって、で、分からないまま隠し金庫に入って、で、永遠に分からなくなるということが起こってまして、で、国を渡っていく流れに関しては、100年ほど前ですね、第一次大戦の後に、国際、当時は連盟ですか、で、やっぱり租税委員会みたいなものができて、要は宗主国 と、植民地の間で取引が行われた場合に、税金をどう分配するかっていう取り決めをの何ですかね、枠組みを決めたと。で、租税条約というそういう専門の名前がついてるんですが、その条約が戦後になって世界に普及して、今は入ってないところはもうほとんどないというふうになってるわけですね。で、それは2カ国間で取り決められてるもんですから、他の国のことは考えてなくて、日本とアメリカとか、アメリカとスペインとか、これ全部バラバラで決めていくわけですね。で、その中で、非常に都合のいいルートを作って資金を流すと、実はほとんど税金がかからずにタックスヘイブンまで行き着くっていうルートが開発されたのが1980年代と言われてます。アップルが最初だと言われてまして、その合法的なスキームに関しては未だに崩されてないっていう状態が続いているということですね。これは深見さんは合法っていうときに、もちろん
違法ではね、法律には触れないわけですけども、まあそのまあ、スキームって言い方もされましたけど、やはりそこには脱法的な要素、あるいは何らかの問題があるというふうにお考えになっているということですか。はい、そうですね、うん、合法なんですが、結果がちょっと異常っていうか、生み出している現象としては、まあ、どこの国も今非常に社会保障問題で財政難にあえいでると、まあ、日本もそうです。で今度 10% に増税する理由もまあそういうふうになってますね、そういう状態にありながら、まあ、大企業とか大企業というのはこの場合は多国籍企業ですけどもとか、それから大金持ちの方、富裕層のかなりトップの方々が、まあ、そういうスキームを使って、まあ、税金を払わないで、あるいはその相続税、あるいは所得税、まあ、それいろいろあるでしょうけども、かなり の額をそこでセーブして、まあ、逆に言えば税収が減って、でおかげで、まあ、我々一般庶民の方がツケを回ってきているという状況は、まあ、非常に不合理だと、公平性を欠いていると。だから社会において、我々の社会において何が公平で何が平等なのかってところまでちょっと突き詰めないといけないような価値観を問われる問題が生じていると思ってます。その高額所得者とかね、あるいは富裕層が、はい、まあ、そういうノウハウを駆使して税金をほとんど払わないで、全く払わないで、はい、まあ、普通のサラリーマンとか、まあ、税金から逃れられない人たちが、まあ、中間あるいはその以下の人たちが、まあ高い、まあ、税金を払うということが非常に不公正であるという、まあ、理念的な理念的な部分は、まあ、もちろんわかります。でそれをちょっと後で伺うとしてですね、もうちょっと技術的な部分でお伺いしたいんですけど、その先ほど、まあ、国際租税制度が、まあまあ、その倍で2国間で決められていると。でその、まあ、ある種抜け穴、つまり、まあ、仮に日本で払ってなくても向こうで払っていれば本当は問題ないわけですよね。で例えば日米なんかだと二重課税されない条約があるので、まあ、日本で払っていればアメリカはタックスリターン一応ファイルはするけど、もうこっちで払っていれば取られないでと。で多少そこに税率の差があってもそこは別に取られないようにはなっているというのがありますけど、このいわゆるタックスヘブンと言われるような、まあ、国々あるいは 領地ですね、そこではなんでそれが機能しないんでしょう。例えば日米や日英の間では機能しているであろう、その、まあ、国際租税条約的なものがですね、つまり どうしてそこだと逃れられるのかという質問なんですけど、はい、基本的には、特殊な法人を作る、うん、まあ、ペーパーカンパニーのようなもの。そうですね。で、まあ、組合みたいなものとか、はい、そういった特殊な形態 の組織の場合は課税が実はかからないんだっていうのがタックスヘブン側にあると。向こう側の国の法律で、はいはいはい、でそれをその組織を、先進国側で作るんですね。で先進国側のある特殊な法律があって、そういう特殊な形態の法人に関しては、直接、関与するのではなくて、経営がタックスヘブンで行われている場合はそちらで、対応すればいいというふうに妙な抜け穴ができていて、それをくっつけることによって、資金を流してもタックスヘブン側で課税すればいいんだっていう話にはなってるんですけど、結局タックスヘブンは法人税がないのでそちらで蓄財が行われていると、まあ、要するに属地主義に基づいて税課税をしている国と、あと自治体がどこにコントロールのかどこにあるかっていうことによって課税している国が、はい、うまく組み合わせると、はい、まあ、実際は払わないで済むようなところを見つけられると。でもその場合に、まあ、例えば日本で最低でも、まあ、仮にじゃあ 30% でも 35% でも払うことになっているはずの、まあ、その法人税をですね、どっかで、まあ、ペーパーカンパニーでも書類カンパニーでもいいけど作って、タックスヘブンで日本に、まあ、利益をその向こうに回すと。で向こうは、本当、まあ、ゼロとかほとんどないとすれば、それはその会社が日本でもう全く課税されないということは税法上は全く問題ないんですか今は。まあ、今は問題ないですね。そういう特殊な会社についての特別な扱いをするっていう規定を決めてますから、それはもうやむを得ない、ね、それは日本でもそういうふうに決めてるということですか。いや日本にはないです。日本ではない、はい、うん、それは今言った例だと、アイルランドかな、はいはい、そういう国とかオランダとか、そういう特殊な業態じゃないな、会社の形態を認めてる国が時々あると、うん、
それをうまく使えばっていうことですね。なるほど。そうなってしまうと日本の会社であった企業であったとしても日本はもうその追加で課税はできないっていうことで、いや日本の会社だと日本の税法ですから、はい、そうじゃなくてそれは、隠れ蓑にして日本の会社が実は あたかも現地の会社であるかのようなペーパーカンカンを作ってってことですね。だからそこでね非常に疑問だと思いましたのは、まあ、仮にじゃあバミューダでもどこでも会社がそこに作って実際そこで利益を本当に上げているんだとしたらね、でそこがたまたま税率が低いんだとしたら、まあ、それはそれでいいだろうと。ただまあ去年とかイギリスの議会でもあのスターバックスが随分やり玉に上がりましたけど、あるいは今年は去年か、今年ですね、スターバックスはね、それからアメリカでもアップルが随分やられましたけど、うん、要するに、まあ、オランダに法人を作って、うん、そこに知財権を全部移して、うん、高い知財料を払ってる形で利益をそっちに移すことで、うん、実質的にはその、まあ、アメリカ、イギリスの方の会社が利益が全く上がらないようにすると、うん、でもそこには脱法性とか違法性はないんです。つまりいわゆる、まあ、利益移転の問題、はい、あるいはトランスファープライシングの問題ですけど、はい、その実態とかけ離れているようなことをそこでしないことにはペーパーカンパニーなんかに、ね、本当は利益ってそんな簡単に移せませんよね、本来であれば。でそこはどうなんでしょう、そこがちょっと非常に疑問だったんですけど、はい、それに関しては、はい、やはりその法律事務所が間に入って、はい、国税との交渉の中である一定の妥結点をやっぱり認めちゃってるんですね、でそれをうまくテコにしてまあ、要は悪乗りをしてそのまま続けていくと今のような形ができてしまってると。でそれが多分もう80年代からそれができてるんで、もう今更それを全部、チャラにはできないという状態がアメリカで起こってるんじゃないですかね。それはもうじゃあ話がついてるということなんですね、もともと。だから普通の人が聞いたらそうなのっていうようなことだけど、分かってる人たちの間ではもうそれは、はい、もともと話がついてるものだと、はい、ですから後発の、IT でどんどんこう勃興してきますよね、新しい新技術で次々に新しい会社が同じようなことをやってますから、はい、もう要はあそこでやってるから同じパターンでまたやれるということは繰り返されてるってことですね。で当局も分かってるけどもうそれはもう話がついてることだしっていうことで手が出せないと、はい、で一番の問題は先ほどおっしゃったように著作権の問題ですよね、はいはい、あれをどう評価するかっていうのが会計上も全然しっかりしたものないので、そっちの議論に巻き込まれると国税当局はもうなんかいいようにやられてるっていう状態のようですね。なるほど。じゃあスターバックスのロゴを使えるだけで年間何億払ったとしてもそれはノーとは言えない、それがダメだとは言えないと、でレシピがとか言われるともう手も足も出ないと、カフェラテのレシピには知財権がそうです、なるほど。だからまあ今ちょっと逆にもうかかっちゃった感じなんですけども、結局そこのなんていうんですかね、まあ、どこに問題があるのかっていうことなんです。まあ、今の話もまあ当局で話がついてるっていう話でしたけど、まあ、普通のまあ税金を全くまあ逃れることができないって変ですけど、普通に税金払ってる人からするとまあありえないだろうというような感じの話ですよね。でもそれがもう当局も巻き込む形でできちゃってるっていうのを聞いたときに、じゃあそれやっぱ制度がおかしいんだろうと、つまりあれが違法じゃないんだったら法律がおかしいだろうっていうふうに普通の人は思うわけですけど、でまあ長くやってるので簡単にはいかないとはもちろん思いますけど、その意味でどこに結局問題があって、まあ、普通の人が聞いたらとても看過できないようなそういうプラクティスがですね今でも続いてるってことになりますか。要はある企業があって世界に子会社を持っていて、で結局トータルでいくら払ってるかって計算ができないんですね、今は。全然違いますよって言ってこう別会社の扱いになって連結もできないような状態にしますから、ですからそれを逆に串刺しにして全世界が基本的にその会社はどの地域でいくら払って、で結局トータルで、まあ企業グループでって言えばいいですかね、正確に言うと、で税負担率はいくらになってるかっていうのをしっかり弾き出して、で最低限あるべき税負担率はいくらってことを世界で決めて、それをまあ強制的に払わせていく、まあ、世界法人税って言いますかね、そういったものを定めない限りはかなり摘発っていうか徴税が難しいような状況になってる。
だからもう個別の国がいくらやってもそうやって逃げられてますから、もう全世界で取り囲んである程度の平均的な税率を払わせるっていう仕組みを作らざるを得ないんじゃないでしょうか。深見さんはまあ公認会計士ともらえるわけだけどね、確かに合法かもしれないけれども、企業が、まあ、企業にとってはまあ税金も考えるうちはコストなんでしょうから、そのような選択肢や手段があるんであればそれを駆使しないことの方がむしろ経営者としてはまあネグジデントであるという考え方があり得る一方で、やはりまあ同時に企業も企業市民であるという意味を含めて言うと、まあ、明らかにまあどう考えてもこう一種の脱法行為に見えるわけですよね。だから法の穴をついていると。ただその穴が今おっしゃったように後でどうすればいいかもう一回聞きますけど、まあ、非常に埋めにくい穴なわけですね。簡単に埋まらない穴なわけですよね。それはあの我々どう考えたらいいんですか。そこの、まあ、我々が日常的に利用している、まあ、Apple にしても、マイクロソフトにしても、スタバックスにしても、日常的に利用している会社ですよね。で、実はそういう会社が、まあ、はっきり言って脱法、合法とはいえ脱法的な行為を行っているということを、まあ、あのもう分かってるわけですよね。それはどう考えればいいですか、我々、例えば消費者として、あるいは市民としてということになるんですけども。まあ、あの直感的におっしゃられたように、それはおかしいというふうに、やっぱりしっかり、我々の身近な問題として、そのおかげで、まあ、アップルはアメリカの会社ですから別ですけども、日本でも同じようなことが行われていて、自分たちの消費税 10% に上げられたり、あるいは社会福祉を一方的にこう切り詰められて、自立支援だとか言わされて、ちょっとひどい目にあったりとか、っていうのは、実はその反対側で、裏側で作用している、反作用、作用の関係にあるんだということを、まあ、しっかり認識して、攻撃じゃないですね。反撃をやっぱりしなきゃいけない。だから注目すべきは、例えばキャメロンが、ジェームズ・キャメロンが今もう土壇場に追い詰められている多分状況ですよ。スターバックスだって結局税金払ったんですから、税金じゃないですよね、あの寄付みたいなもんですよ、課税の根拠が何もないんですけど、いくら払いますって言って謝罪として払ってますから、まあ、それと同じような団体が多分今追い詰めてるはずなんで、そうそう許してもらえるはずはないので、だからあそこら辺の動きが相当これからあの注目されてくるんじゃないですかね。なるほど、まあ、今のその団体、タックスジャスティスネットワークみたいなところがね、イギリスやアメリカでは相当活発に動いてるんだけど、ちょっと日本のことを伺いしたいんですけどね、まあ、日本今回名前しか出てないのであんまり実態わからないですけど、その今のそのタックスヘブンとかその租税回避の動きの中で、日本っていうのは日本の企業あるいは日本の税制っていうのはどの辺に位置づけられているというふうに考えればいいですか。その一番ひどい報告なのか、まあなんかよくいろいろ見ると金額的には実は日本は全体としては結構多い方、ただ一個一個の超大物があんまりいないみたいな感じだっていう特徴があるみたいなことを読んだんですけど、その辺も含めて日本っていうのは今の中ではどの辺に位置するんですか。まあ、そんなにあの上位ではありませんよね、と思います。あのというのが、本にも書きましたけど、アメリカの企業っていうのはもう上場企業やらないと、先ほど新聞さんおっしゃったように、あの要は経営者としての義務を果たしてない、株主が、株主の要は企業価値を最大限に、使ってないんだ、あるいは高めてないんだっていうふうに批判される、平気で批判するっていう文化になってますから、そこから比べるとやや日本は、まあ、緩いって言ったら怒られますけど、あの昔ながらの社会の後期としての企業の在り方みたいなものがどうしても根っこにまだありますから、かろうじてそういう意味ではまだレベルはそんなにひどくないんだろうと、あの特にあの古くからある大手企業に関してはですね、思われます。で、一方で日本のね、今の税制、これは所得税も法人税もあの両方それぞれでも構いません、はあのの今 の, その 税制や 税,、まあ、税率っていうのから考えたときに、あの日本にとって、まあ、今企業にはね、ある程度まだそのちょっとこう企業市民的な善が残ってるっていう話は非常に僕は喜ばしいことだと思いますけども、どうなんですか。あの一部指摘があるところで、今日本はかなりそのまあ、いろんな優遇されている人たちがいると、まあ、お医者さんなんかはその最たるものかもしれませんが、企業オーナーとかも、まあ、オーナーということは株をも、まあ、要するに会社を資産として持っていて、で、まあ、そのキャピタルゲインに対して、あるいは資産課税が日本は非常に、まあ、低いので、
本当の金持ちはそんなに別にわざわざこんなバミューダだなんとか逃げないでも結構日本は大丈夫なんだっていうようなことを指摘して、その日本が向こうにあんまり行ってなかったから喜ぶのはちょっとぬか喜ぶんじゃないかって指摘も一部あるんですけど、その辺は深見さんどう、うん、やっぱ私も同じですね。そうですか、やっぱりその相続税まで考えるとそれほど甘くないので、まあ、一応まあ出国税もできましたし、はいはい、一応そのメニューとしては、うん、他の国と一応まあ揃えました、うん、で究極的にはやっぱり相続のことを考えるとやっぱりシビアな状況はそれほど日本も甘くないので、だからやっぱり逃げる人は逃げるっていう状態は今も起きてますけど、今後も起き続ける可能性は高いんじゃないかと思いますね。少なくともここまでは日本の方がまだマシだっていうところには、その税制とのあるいは税制自体をともかくとして実際それをどれくらい厳しく、まあ、特に租税のその控除あるいは免除の部分が日本はかなりまあ分厚い本が一冊であるくらいですから、その点はその深見さんの日本の税制の評価というのはいかがなんですか。ちょっとね、時代遅れになってますよね、うんうん、やっぱり租税特別措置法とかそういったものはやっぱり重厚長大みたいなところが、はい、設備投資に関して強調されているので、やっぱり今の IT とかそういう新興産業に向かっての優遇措置とはちょっと違うので、やっぱりそれがそのまま残ってますからね、利権的になって、ですからちょっと取れるとこから取ってないっていうような状況が起こってる。あとはやっぱり金融資産に対しては欧米と同じようにやっぱりちょっとトリクルダウン的な発想がああいうことを指してるのかもしれませんけども、やっぱり緩いようになっていて、最終的にはある金額を超えると逆に負担が減ってくるというようなことまで起きてますから、やっぱりちょっとトップ高い税率じゃなくて高い所得税の高い所得層の方を少し優遇しすぎかなというふうには考えています。これはね、ちょっと政治的な質問になっちゃうかもしれないんですけど、そのアメリカなんかでね、高所得層っていうのは、まあ、ウォールストリートなんかはものすごい献金をやってるので、まあ、そういうところに政治家はあんまりこう弓引けないっていうかですね、うん、よく分かるんです。だからバーニー・サンダースみたいな感じで特殊であって、まあ、皆さんやっぱりウォールストリートに遠慮されてるんだけど、日本を見る限りですね、必ずしもその富裕層が何かこう、まあ、医者は分かるんですね、医師会とかがあって実際にもう医師会の内部議員まで自民党におられますから、ただその富裕層がその優遇される政治的な意思決定っていうのはなぜ日本でされるのかっていうのがちょっと今一つ分からないんですけど、なんかそこには深見さんは説をお持ちですか。いや、あれは不思議ですよね。ただ私はなんていうんですか、あまりそっち の政治的な意図は感じないんですよ。逆にただその欧米の真似をしてるだけ。で欧米がたまたまそっち側に走ってるので、うん、それを真に受けて取り込んでると、うん、結果的に、まあ、金融資産をいっぱいお持ちの方の方が優遇されるっていう流れなのかなっていうふうに思ってますけど、欧米というか米英という感じで、ね、アングルサクソンですよね、うん、これどうですか、今回このようなものが出てくるのが、まあまあ、たまたま日本がね、実際まあちょっと延期じゃないかとか言われてますけど、消費税を上げるわけないっていうような議論をしてる最中に、まあ、こんなパナマペーパーなんかも出てきたと。その前にじゃあ最初にこれだけ聞かせてください。今回のまあ出てきたのは一部だっていう話ですけど、このタックスヘブン、まあ、ここにも書かれてたことなんですけどね、なんかこう一部の金持ちがちょっとずるしてるっていうようなレベルの話なのか、それともまあスケールをちょっとスケール感を教えていただきたいんですけど、まあ、全世界にタックスヘブンこれだけあって、実際に回避されている資産の総額っていうのはグローバルで見たとき、あるいは日本の見たときに、そのなんかちょっとじゃあそんな一部の金持ちがちょっとずるしてるや頭くるってレベルの話なのか、それとも結構本当に屋台骨に関わるような話、に今あるのか、あるいは今後これが続いてしまえばですね、逆に今回あそんな手があるのかって新しく知った人もいっぱいいるわけですよ、今回ね、このニュー今回のニュースでね、じゃあ自分もっていうことになってもおかしくないので、うん、その どれくらいのスケール、どれくらいの大きなこれは話なのかっていう点、ちょっと基本的なことですみませんけど、聞いていいですか。
最初にお話したように、そのタクセイブンズのは隠し金庫なんですよね。だから総額がいくらかっていうのはまず誰も分からない。で、あの経済学者が推計して数字出したりしてますけど、それは結局分かってるところをあのこう膨らまして計算して出してるだけなので、結局その規模感がよく分からないんですよ。ただその地下経済の規模があの GDP のどのくらいに当たるかっていう推計を見ていくと、もうほとんど屋台骨に関わってる、下手すればそれを超えてるような金額になってる場合もありえますから、ですから基本的にそこをきちっとあの規制をかけていくって言いますかね、法の穴見に引っ掛けていくっていう対策をすることは非常に重要だと思います。これあのどっかに赤旗の報道ですね、これ赤旗で言うとケイマン諸島だけで日本の投資残高は55兆円という数字が出たんですけど、これは大体現実的な数字ですか、これは。いや、それはその表に出てる数字だけなんで。表でこのだけって言って、まあ、これ個人で、しかも個人ですよね、企業は入ってないって言ってました、ね。で、それって日本とその、どこでしたっけ、ケーマンですよね。だから、じゃあヨーロッパ経由で行ったケーマンは入ってるんですかね。だからもう世界があのネットワーク化してますから、日本初で行った数字がいくらなのかで、まあ出ないですよ。まあでも本当にじゃあそこだけで55兆円とか言ってましたけど、もう本当にそれは分かって見えてるのが何千兆の世界でそういう単位なわけですね。そうですね。それは言ってるでしょ、間違いなく。こうそうなってくると本当に屋台骨、あるいはそのまあ要するに我々今回ね消費税上げるって言って、まあその 1% 上げてもまあせいぜい2兆円とかっていう話なわけじゃないですか。そうするとちょっとスケールがいやもうちょっと課税してもらっただけでもう消費税なくてもいいよっていう世界ですよ。ですよね。そうするとこの問題放置たままちょっとその消費税上げとかっていうのはもうちょっと反発があってもいいよね。いやいや、あっていいと思いますよ、十分。で、あの今 OECD の方はあの BPS デプスっていうのやってて、でそれのタイトルはあのベーシックイロージョン、あの要は税源なんだ、流出っていう名前になってますから、ということは本来の課税の元となるものがどっかに行ってしまっているという話にあの彼ら捉えてますから、だからあのご指摘のようにあの非常に財政的に大きな問題だというふうに考えている、はい。これじゃあ具体的に、まあ、先ほどねなかなかその実際追いかけるのも難しいし、そのまあ対策が難しいんだっていうお話だったんですけど、とはいえ、まあ、このまま放置しておくと屋台骨にも関わると、しかも取りやすいとこから取って、まあ、貧しい人からどんどん取るみたいな話になって、ますます不公正感が強まりますよね。具体的に実際にできることがあるとすればどういう対策がありますか。とりあえずは実態をやっぱり見ていくことになりますから、あの先ほどの統計資料にあったように、資金移動をとにかく全部識別コードをつけて、データベース化すると。で、あの誰さんがいつどの国を経営してどこへいくら送ったかぐらいのことはですね、まあ、あの国際的に共通して把握できるような状況をまず作る。何年かかってちょっとできるか分かりませんけども、それができさえすれば、逆に言えば補足されてますんで、まあ、調査が入ればそこで課税が発生するという状態になりますから、ただじゃあ逆に今これはなされてないってことなんですね。その分からないですね、資本資金移動っていうのは全部分からない、例えばデリバティブなんかにも最近番号を振り出しみたいなようやっとですから、まあ、国内ではねあのそれが全部分かってるんで、マルサーが来たら結構それ、まあ、銀行も全部出すでしょうから、やっぱり国際化になると今はこれは全部は追えないでしょう、それはそういう義務付けがないから、必要なのはやっぱ国際的なあれですか、その条約というかあの約束ごとですか、それを必ずつけなきゃいけなくなる、っていうふうに、まあ、あの共通認識としてやらせるようにすればいいと、ですからアメリカもあのスイスの預金の状況、つい最近ですからね、知れるようになったのが、まあ、そのテロの話がたのが結構あれはテロが引き金になってますけど、あとは
その銀行が、アメリカの高額納税者を随分勧誘して資金を持っていったっていうことが、まあ、きっかけになってね、もうダメだということでスイスの秘密口座もついに暴かれるような状況になってますけど。で、まあ、じゃあまず資金移動をきちんとトレースできるようにトレーサブルにすると、はい、その上でただとはいえ、まあ、やっぱり税率が低いところがあるわけですよね、でそことの間で、まあ、こっちで納めればいいことになってるっていうような、うちは先ほどおっしゃったように合法なんで、仮に資金の流れが分かったとしても、まあ、あれですよね、税金取れない可能性、今のうちは取れない可能性もありますよね、そこはどうしたんですか。要するに極端に法人税や所得税が低い、もしくはゼロのところがあるっていう問題がある限りは、なんとなくそこは最後そこに持っていけばいいっていうふうに、まあ、なるでしょうね。ですから、まあ、新しい枠組みとして先ほど申し上げたように、要は多国籍企業みたいなああいう存在に対しては、要はトータルでいくら払わなきゃいけないよという、やっぱり最低限の税率みたいなものを国際会で取り決めて、でどこに逃げようが足りない分は払ってねと。で、まあ、それは多分国際的な OECD みたいなのが取るんでしょうけどね。そうですね、どこに払うか結構大問題、なるほど。で、まあ、個人は個人で、はい、どこに国籍がどこかってことで、はい、結局は分配しなくても、そこの国籍のところに取り上げていけばいいっていうことになるかと思うんで。なんかそういうふうにこうグローバルな最低限の税率っていうようなものは合意できるようなものなんですか。分かりません。誰もやったことがないアプローチですから。でも深見さんね、それがあれば、なんで俺らの国はそれより高いんだって話に逆にならないですか。なんですか。そうすると。まあどうですかね。法人税の引き上げ競争なんか、引き下げ競争やってますけれども、はいはい、まあ逆に言えばそれって赤字覚悟でおいでおいでってしてるもんですよね、ですからそれを止める意味でも、値下げ競争を止める意味でも、まあある程度のところでくさびを打ち込むっていうことで、やるっていくしかないんじゃないですかね、ですから今度の G7 の取り組みとかサミットですか、ああいうところで今回の、ね、テーマが取り上げられるようなので、まあ、そういう議論が少しでもなんか進めばいいかなと思いますけども。これ今回の、まあ、パナマペーパーにも見られるような、ね、租税回避問題も一部かもしれませんけども、神さんおっしゃっていた、まあ、やはりちょっと税制全般として非常にこうどうも不公正なものになっているようなところが、いろんなところ、まあ、さっき のキャピタル資産課税の部分もそうですけれども、はい、まあおっしゃっていたように、そのビル・ゲイツとバフェット合わせてそれこそ低い方の4割の所得の、まあ、合計ぐらいになっていると。だけど、まあ、本当に彼らが税金ほとんど払わないで済んでるっていうね。でそれは必ずしも租税回避地問題だけではどうもないようだと。この租税回避地も含めて、でも含めなくても構わないんですけど、税制がここまでね、不公平なものになってしまった原因というのは何だったんですか。ここになるまで我々が全くその放置してしまったというかですね、しばらく前は日本でも所得税って 70% 以上あったんですね。アメリカも、ね、そうですよ、ついこの 90% 時代の時代でしたね、アメリカもね、はいはい、で、やっぱりあれですよ、そう非常にこう税率が下がってきた原因はやっぱりトリクルダウン、発想がやっぱり強烈に新しい、事業を、要はベンチャーキャピタルをどんどんIT で、起こしていくんだっていう時代の雰囲気が、儲ける人にはどんどん優遇しましょうと。そうすると滴るように恩恵が他の層にも及んでいくっていう発想がそれを起こしてるんだと思いますね。だから自由主義的な発想のちょっと極端な状況が今生まれてしまっていて、その不公正なところにまでもう踏み込んでいってるということだと思います、はい。まあ、新自由主義的なまあ、トリクルダウンセオリーをみんな信じるようになっちゃったと。でもとすると、逆に今回の、ね、租税回避問題っていうのはまさにそのトリクルダウンのを否定するような、つまりそれで儲かったら一応ちゃんと、まあ、雇用もするし税金も払ってくれるから、はい、まあ、税金が払われば多少トリクルダウンはするわけですよね、まあ、それはね、だけどしかもそこでじゃあ彼らを優遇して儲かったはいいが、今度
そっちが租税開始にお金が逃げるってことになると、そうすると新自由主義的なその大前提になっているトリクルダウンの一つのまさに大前提であるところのその課税がここから漏れてたっていう、そういうことにこれはその今回のパナマペーパーっていうのはそういうふうにの文脈で理解してしまっていいっていうことですか？と思いますね、はいはい、もしその、パナマペーパー のどの部分までがその税金逃れで、どの部分が普通の利用方法かっていうのはちょっと分けなければいけませんけども、そこで税金逃れていたとしたらそれは全くその通りのご指摘の通りだと思いますね。今ちょっとおっしゃって1点だけ、普通の利用方法っていうのはね、税金逃れじゃない、どういうものがあるんですか、パナマに例えば報酬ですか？例えばあの航空機リース、航空機リース、はい、あのアナとかジャルは飛行機ほとんど持ってません、はいはい、あれ全部リースしてますよね、はいはい、とリース会社から借りるんではなくてパナマのペーパーカンパニーが持ってるなんていうケースが多いんですよ。ああ、うん、そうした方が多分あのコスト的に、まあ、税制の優遇もあるしということで、あ、例えばあれですよね、パナマの船籍がやたらあるじゃないですか、パナマ船籍って、あれもそうですよね、あそこにあそこの船だっていうことにすると船舶税がかかるんですか、同じような発想なので、ですからまあでもそれって税金逃れとはいえ普通の経済活動の一環で行われていればそれほど国民に対してのデメリットはないので、それはそれでいいっていう使い方の一つの例だと思いますね。なるほど、ええ、そこはあれですか、その租税回避というふうには考えなくていいんですか、それくらいまでの利用であればと思いますけど、うん、他にもM&A やって買った会社の株がペーパーカンパニーの所有人だったりとか、そういう使い方は一般的にしますので、その辺までは一般的、じゃあどの辺からあれですか、我々は怒んなきゃいけないということになるわけです。ですからその、はい、それはこれからの国民的な議論にかかってると思うんですよ。例えば私はじいさんばあさんがお孫さんにいくばくか残したいと、はい、教育資金がいくらかとかって言って残す分には、まあ、それは基本的に OK だと思うんですね。ただ金額が5000万だ1億だっていう金額を孫に残すようだとそれはちょっとおかしいだろうと、じゃあ何百万までいいのっていう議論はちょっともう私ではね、私の個人的な感想はいくらでも言えますけど、それは決められないので、それはやっぱり国民的な議論で、どれだけの所得な相続税が相続財産がある方がどれだけの金額を孫に送る場合までは認めるとかいうことは考えていかないといけないと、うん、それはちょっとこれからの議論にかかっていると思います。つまり金額がやっぱある程度以上になると、はい、もうこれはビジネスとして利用しているとかというものではなくて、明らかにもう単に租税を回避するためにということになると、はい、ただまあいろいろな制度が国によって違いがあるから、それを一番いいところに利用していくっていうこと自体は必ずしも悪いことではないと、はい、まあ、労働力が安いところに工場進出するっていうのも、まあ、まあ同じようなそのもんですよね、はい、という考えていいということですね、はい、うん、なるほど。じゃあそういう国に法人税とか所得税を極端に安くしているところにね、まあ、安くしている理由はおそらくそういうものを引っ張るためだろうということで、うん、はい、例えば世界がこうある種圧力って言ったら変ですけどね、その、まあ、最大限これぐらいしろみたいなような制度っていうのはあまり好ましくないですか、それはそこまでいくと、まあまあ、じゃないですか、まあ、例えばその、はい、この前の春闘にしてもね、最近の春闘相場ってなんか妙ですよね、お上の方からこれぐらいとかなんか言ってやってますよね、やっぱあれちょっと商売の常識から考えるとそんなこと言わんでもええがなっていう反応が出てもまあおかしくはないと思うので、しかも課税権というのは国家の最も基本的な大変な内戦干渉になりますよね、もし外部がそれ言うことになったら、うん、そこはやっぱり、まあ、その世界にはまあ入らない方がいいだろうと、うん、なるほど。これ今後ちょっと予想見えたことで恐縮ですが、今回必ずしも日本では、ね、それほど大きな騒ぎになってないというような指摘もあります。アメリカやイギリスは結構もう橋の下をついたようになっているみたいな、場合によっては大統領選挙にまで影響するかもしれないと言われているけど、日本はまあそんなに有名な人が、まあ、セコムとかの飯田さんとか名前出ちゃったけど、まあ、特にそんなにいわゆる本当に皆さんが知っているような人がたくさん出てなかった。でも企業名を見るとですね、まあ、そうそうたる企業の名前は出てるわけですよね、その最近話題になっているような会社もそのファーストリテイリングとかドワンゴとかまで出てるわけですよね。だから三井物産とかも含めてね、だからそういうのを含めて言うと、
日本ではそれほど大きな騒ぎにはなってないようですが、今後この影響、日本でそのもうちょっと公正な税制にしようとかですね、先ほど言ったようなその、まあ、特別措置みたいなものがあまりにも多いんじゃないかというのも、そっちの方に、まあ、本来そっちにしていかなきゃいけないと思いますけど、その予想としてはどうですか、日本でそういう議論に火がつく、深見さんは予想されますか。パナマ文書の次があるかどうかですね。5月に出てくる、いやいや、そうじゃなくて、その次がパナマ以外のところが、はい、なるほど。あそこは先ほど言ったように業界の4位ですから、はい、もっと大きな、2位とか1位とかで、そこら辺の情報が流出したて でたまたま今回のパナマに関しては日本人で目立った方がいらっしゃらないっていうだけなので、目立った方がもしそういうところにいたりすると、まあ明らかにちょっと問題にはなるでしょう。で、法人が出てるから必ずしもいいか悪いかっていうのは、それはよくよく中身を見てみないと、先ほどのリースのようなもので使ってるのは特にそんなに上げつらってもしょうがない話だと思いますので、ちょっとそこは分けていか考えるし、悪質性があるかどうか見なきゃいけないわけですね。明らかに逃げるためとか隠すためとかっていうような、それはじゃあ名前だけじゃなくて、もう本当に取引内容とかまで見ないとわからない、でそれは国税がやると思いますよ、出ればね、ただ今回特に日本の行政が動いてるって話今のところ全然ないですよね。これは深見さんどうですか。国によってはなんかもうやってるところありますよね。調査が始まったって、それはだって大統領だとか首相だとかっていう話になればそれは動きますけど、まあ、たまたまそういう日本人がいないということなので、ただ国税当局はもう動こうというふうに考えて準備はしてるでしょう。まあそれはどこかから止めろっていうふうに言われるかもしれないですけど、上からってことで、でもまあ、彼らとしてはそれが役割ですから、情報があればそれは当然情報を得て分析をして調べてみよう、で調査に入れるぞとなれば調査に入るんじゃないですかね。なるほど、まあ、それじゃあちょっと今後に注目と。そうですね、注目ですね、はい。まあ、今回こういう形で、まあ、あんまり普段馴染みのないようなねタックスヘブンなんていうものが世に出てきたわけですけども、一般の国民、まあ、我々としてはこの問題っていうのは今回どういうふうに受け止めていけばいいのか、あるいは今後これ政府がですね、まあ、このまま何もしないのかもしれないのをただ黙って見てていいのかということも含めて、ちょっとこれの問題の向き合い方っていうのがもしあればお願いします。はい、基本的には、まあ、パナマって名前がついてるものですから、まあ、地球の反対側で税務署とお金持ちや大企業がちゃんちゃんバラバラやってるんだと、で我々に関係ないんだと、まあ、そこら辺の意識で、まあ、これまでは話されてきて、まあ、対岸の火事的なものでしたけれども、結局それが裏側で通して反対側から見ると自分たちの、まあ、今年今日払うそういう保険料なり、納税金額の裏返しとして、現れているので、非常に実は実体経済としては裏側でつながって身近な問題だというところを、これを機会に身近な問題として考えてもらえるようになれば、まあよろしいんではないかというふうに考えますね。これ一般の人が見るときにね、その裏側とかアンダーグラウンドっていうのが、まあ実体経済っていう巨大な経済があって、ちょびっとなんか裏側があるみたいに思ってる方多いんです。実際はその裏側とかアンダーグラウンドとかっていうのの規模と、実際にまあ皆さんが汗水働いてやってる実体経済とっていうのは、スケール感としてはどういうふうなことに今なるんですか。まあ半分ぐらいは実体経済、いや表に出てる経済の裏側は地下経済で、半分ぐらいはある、半分ぐらい、はい、うん、というふうに思っていただいて結構だと思いますけど、まあ経済学者の推計は一応本の方に書いてありますんで、はい、ちょっと今正確に思い出せないですけど、はい、国によってはね 1.5 倍とかいうところもありましたから。でそれは、まあ、地下なので、まあ、基本的には課税をされてないというふうに考えていいわけですね。うん、表の半分だけ課税して、しかもそこから富裕層は逃げてるということですね。うん、なるほど。だからギリシャなんかでもね、飛行機で国税が空中撮影するんですよね。そうするとプールがある。で、あんな所得でプールなんか作れるわけないって言って調査に入るとか、まあそういうギリシャなんかはそういう国でしたから、そういうところと比べれば日本ははるかに、外から見えないわけですね。
ただプールはさすがに太陽が当たらなきゃいけないので上からは見えるということなんですね。なるほど、わかりました、はい、どうもありがとうございました。